サンリオアニメフェスティバルは、1989年から1991年まで、及び1996年に、サンリオが制作した子供向けアニメーション映画を3本立て同時上映で、劇場公開した時のタイトルである。上映作品は、第4回を除き、いずれも、サンリオキャラクターが、童話の主人公を演じる作品であるが、作品を見た子供が、 キャラクターのイメージを壊さないようになどの理由から、ストーリーに脚色が加えられていることがある。第4回を除き、各アニメパートの冒頭及び末尾において司会者として、タキシードサムのサムと、チップが登場する。また、オープニング映像にはキティをはじめ、様々なサンリオキャラクターも登場する。劇場映画としての上映は1991年で、一旦終了したが、 サンリオはその後も OVA として同種のアニメを制作している。1989年7月22日、全国東方洋画系58巻で公開。サンリオは1975年の映画制作の進出以来24本の映画を制作してきたが、累計50億円の赤字を計上していた。妖精フローレンスを最後に一時期映画事業から撤退していたが、 ドラえもん映画作品が安定して、好評を博す状況などから、アニメ映画市場の拡大が見込めるとして、映画制作を再開、サンリオの4年ぶりの新作映画として発表された。アニメーション映画を通じて、上映当時建設中の玉、サンリオコミュニケーションワールドや、サンリオキャラクターの宣伝と知名度向上が狙いだった。サンリオキャラクターが主人公の劇場アニメーション映画は、 これが初めて、3作形で総制作費は1億7 0万円。50万人近い観客動員数を記録した。1990年7月21日公開。1991年7月20日公開。配給収入3億円。1996年1月13日公開。4年半ぶりの劇場公開。これまでの世界名作劇場路線から一転し、 オリジナルストーリーとなっている。ABCD サンリオ映画制作を再開世界の名作動画をアニメ化日経産業新聞 P6 日本映画フリーブッキング作品配給収入キネマ淳報1992年2月下旬号キネマ旬報社1992年143ページハローキティのみんなの森を守れ株式会社スティングレイ 2016年11月10日へズラン。バットバツマルの俺のポチは世界一。株式会社スティングレー。2016年11月10日へズラン。バットバツマルの俺のポチは世界一。株式会社映画ドットコム。2016年11月10日へズラン。ありがとうございます。